ML21S ルークス、まあ、パレットとね一緒です。でね、これの前回の動画がまあ前後するんですが、スパイラル交換したね動画出てくるか出てるかと思うんですがね、その時にねエアコンのね圧力異常っていうのとね、なんかまあ温度センサーかな、まあ出てるよりもねクーラーがねコンプレッサーがねカチンとね言わないので、一回ねちょっとガスね多分ないと思うのでね、メーターつないでみます。高圧とね低圧がねこいつです。まあつないだところからねいきます。まあクーラーはねカチンと言わないのでね、ちょっと原因ね見てみます。でね、ガスね、つなぎました。とりあえずね、もうこのね、圧がね、一緒なのでね、でもコンプレッサーはダメですね。コンプレッサーがね焼けついてます。焼き付きと圧縮なしですね、一緒のね圧になってます。またねコンプレッサー変える時があったらね、またね動画作ります。今回はね低圧と高圧の圧が一緒なので、まあコンプレッサーの圧縮がないプラスね、もう焼き付き寸前、まあそういうね結果になりました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。